想通貨の価格上昇の真の理由と今後の展望についてお話ししていきます。皆さんこんにちは、ゆるふわです。今日は仮想通貨市場の今後の動向について興味深い内容をシェアさせていただきます。なぜビットコインが上昇し続けるのか？ゆるともはぜひこの動画最後までご視聴ください。ということで、私ね、ツイッターでツイートさせていただいたんですけれども、最強、私の運をすべて使ってしまったかもしれないという究極なことが起こったんですね。ちょっとこの内容については、明日じゃない、嘘ついた。来週の動画でアップ予定となってますので、ぜひ皆さん、とっても楽しみに待っていていただきたいなと思います。やっとなんかこういろんなことがね、落ち着いてくるかなという感じです。これね、私が昨日もう本当に最強の運を使い果たして、で、今までのその私の、なんて言うんだろうな。今までの私のその人生を考えた時に、すごいなんかこう、この内容をちょっとみんなにシェアしたいなと思ったことなので、ちょっとだけ語ります。私、ゆるともにはすごく言ってるんですけど、類は友を呼ぶっていうのは本当にあると思っていて、特にダイヤモンドの人間じゃなくておかしいですけど、ダイヤモンドのような方にはダイヤモンドの情報というか、本当にそういった情報だったりとかっていうのしか集まらないんですね。そして、まあ、やっぱりその人工ダイヤモンドだったりとか、ジルコニアだったりとか、スワロフスキーだったりとかっていう、まあ、ダイヤモンドに似たような、ものって世の中にたくさんあるんですけど、やっぱりそういったものには、そういった情報しか、来ないんだなとね、私はね、すごく、ここ最近ですごく思っています。これ特になんかこの仮想通貨に置き換えた時に、すごくなんかこうピンときたんですよね。なぜかというと、仮想通貨のこのあらゆるこの SNS の情報で、ダイヤモンドの情報をキャッチできている人ってかなり少ないと思うんです。そうだよね。この100倍です、1000倍です、みたいなアルトコインに投資をして失敗されてしまったりとか。でもそれは、ちゃんとダイヤモンドの人からの情報をゲットしていないから、そういった目に遭ってしまうと私は思ってるんですね。見た目で人を判断してる人ってすっごく多いと思うんですね。なので、特にね、こう、ハイブランドを身につけている方だったりとか、もう高級車に乗ってたりとかっていう方を、うわぁ、すごい、この人の言ってること絶対正しいよね。この人みたいになりたいなって思われている方すごく多いと思うんですけど、すべてがすべてではないですけれども、果たしてその人が本当にダイヤモンドのような人なのか、それとも、こう、人工ダイヤモンドのような方なのかっていうのは、ちゃんと見分けた方がいいと思います。で、なんでこんなことを話してるかっていうのは、ゆるふわのちょっと来週の動画をめちゃくちゃ楽しみにしていただきたいなと思うので、ぜひね、この続きのね、語りは来週の動画にさせていただきたいなと思います。なので、今ね、あ、確かになと。あの人いつも高級品身にまとってるから、すごく信用、信頼していたなっていう考えを持っていた方であれば、今、ちょっと考えを変えてみた方がいいと思います。意外とね、本当にですよ。本当に、これは私の経験なんですけど、本当に1000億以上ぐらい持ってる方って、わからないんですよね。本当にわからない。パーティーとかにいたとしてもわからない。本当に。特になんか私すごい聞かれるんですよ。オーナーどこにいらっしゃいますかみたいな話を、そのクリプトのイベントとか行った時に聞かれるんですけど、すぐそこにいますよみたいなこと言うと、みたいな。で、オーナーってやっぱりそのクリプトのオーナーってやっぱりその1000億以上とかね、もう本当に巨額のお金持っていらっしゃる方々じゃないですか。なんですけど、本当になんか T シャツにGパンにBさんみたいな格好されている方なので、みんな本当に気づかないですよ。そう。なので、なんかそういった意味でも私のそういったね、リアルな体験だったり経験があったりとかもするので、
もうゆるともには本当に真実を見ていただきたいですし、本当の、その、本当のそのね、ダイヤモンドっていうところに、本当にたどり着いていただきたいと、私は強く思っているので、今ちょっとね、このお話をシェアさせていただきました。語りが長くなってしまってごめんなさいなんですけど、結構ね、これは、かなり多くの方が、今日この話を聞いて、こう、見つめ直す、考え直すっていう、ことがね、方が多いんじゃないかなと私は思っています。それではすいません。最新情報一緒にすぐに見ていっちゃいましょう。それでは、レッツなーゴー。はい、それではなんですけれども、なんとね、マイクロストラテジー、またまためちゃくちゃビットコイン買い足してました。1月にね、すごくない？で、含み益が3000億強になっているということです。はい、このね、マイクロセイラー会長が7日に発表したところによると、1月に総額日本円で55億円をかけて、850ビットコインの追加の購入をしたことが明らかとされました。もうこれね、みんなね、買った後に言うんですよね。ウォーレン・バフェットさんとかもそうじゃないですか。買った後に言うんですよ。もうなので、こういった情報も、こう、周りの方はね、多分買う前から、あ、もう買うんだよね、みたいな感じで聞いてると思うんですけど、まあ、こういったね、公の場には、情報はすべて、後からになってますね。ほう。なので、そういった情報をキャッチしてからでは、遅いということがね、特にこの仮想通貨業界には多くありますし、まあ、投資の世界ではね、それが一番なんかこう、もうキャッチした時点ではその情報遅いよねっていうことが結構多いんじゃないかなと思います。で、現在、マイクロストラテジーは平均取得単価31,224ドルで、うっひょ、19万ビットコインを保有しており、含み益は330億円相当になるということです。が、ちょっとこの後のね、ニュースがめちゃめちゃ興味深くって、これちょっとね、衝撃だったんですけれども、はい、じゃじゃん。2023年の仮想通貨市場、投資家の平均利益は900ドルということでしょ？みたいな。ということは、ほとんどの方が、あまり純利益をもたらせていなかったということなんですね。ということで、これデータで出てます。2023年の仮想通貨市場は投資家に平均900ドルの純利益をもたらしたということが出ています。そう、2022年は仮想通貨市場の冷え込みから、投資家の損失は数十億ドルとなったということなんですね。そう。なので、去年2023年、儲かってるよ、みたいな、よくツイッターとか、あと SNS、TikTok とかで、札束をね、こうやっている、なんかこう、方々とかもお見かけするんですけど、もしかしたら、900ドルだけだったかもしれないですよ。わかんないけど。仮想通貨の財務ソフトウェアプロバイダーである、コインレジャーは、50万人のユーザーの報告を分析し、平均して仮想通貨投資家が 887.60ドルの利益確定したことを明らかにしました。多分これ確定申告とかのあれでね、分かったんでしょうね。2022年の平均7102ドルの損失額と比べては大幅に改善したと言ってはいますが、仮想通貨投資の実際の利益と損失は投資家が仮想通貨を購入し、それを売却した際に発生がします。2200億円以上、FTX だったりとか、ルナショックとかで吹き飛んだわけなんですけれども、実現損益の中で実現損益の中で大部分を占めたのはイーサリアムの売却だったということなんですね。ここね、ちょっとグラフを見ていただければわかるんですけども、圧倒的にイーサですよね。一方で、ビットコインの保有者は他の仮想通貨の投資家と比べ、長く保有する傾向にあるということがデータからも読み取れます。なので、ビットコインホルダーはもう売らないんですよね。売らない。みんなもう寝てるだけ。なので、これ、ゆるふわ手法ですよね。寝てるだけなんです。一方で、その、こういった、こう、細かい、まあ、でもね、イーサでもあれだったんだっていうのは、すごく衝撃だったんですけど、まあ、こういった、まあ、ビットコインの下にあるような、あるところに関しては、
もう寝てたらダメになってるみたいなアルトコインが、まあ、多かったという報告となっています。なのでね、こう本当の真の情報をゲットして、投資を行っていかないと、もうここでね、データで出ているように、去年の投資家の利益を平均して900ドルということです。はい。とても興味深い。イーサの価格上昇ということで、イーサめっちゃ上がってきてます。ゆるふわが配信してから多分ね、もう 7% ぐらいはアップをしてきています。アークインベストと、21シェアーズがスポットイーサリアム ETF の申請を修正し、現金での新規発行を許可しました。これは以前にビットコイン ETF が規制承認を受ける直前に起こったことと同様の動きとなっています。ということで、今本当にイーサが急騰間近だよねというか、もう急騰し始めてるよねということが起こっているので、そのまえに、はい、皆さん、王者めっちゃアップデートしてます。はい、そしてヒートマップ全面アボガドカラー、イエイアボガド食べたくなるアボガドカラーです。急上昇中、相場いい状況に戻ってきました。見てください、このね、王者広告アップできる欄ができたんです。ぜひ、広告のスポンサー大募集しておりますので、興味ね、ある方はぜひこちらのお問い合わせフォームにお問い合わせください。AI が、ヨウさんの仮想通貨の話、本当にすごくって、見てください、これ。11分前、31分前、59分前、59分前みたいな感じで、あらゆるその、Google とか Yahoo とかから、情報をキャッチして、いち早く、オーシャン上に出してくれています。はい、また、ここ横、オーシャンポイント !T ポイント、PayPay ポイントのような感じでね、オーシャンポイントが出てきましょう。このオーシャンポイントを貯めていただくことで、いろんな特典がゲットできるような、サービス展開考えているので、ぜひ今のうちにオーシャンポイントね、貯めておいてください。貯めといてね。はい、そして、オーシャンのその下、真の YouTube AI 分析ということで、日本のその YouTube だけでなく、海外の YouTube でどういった情報が配信されているのかというのがわかります。そしてわかりやすいように、この下に日本語翻訳を AI が書いてくれてるんですよ。なので、ここも1日1回見ていただくと、その日本の市場とのその情報の差というか、情報、熱量の差か。っていうのをすごく感じていただきやすいと思うので、こういったところもぜひ参考にしてください。もう仮想通貨ほんとね、マーケティングがすごいので、もう日本とその海外の、そのサービスの熱量が全然違うんですよね。なのでこう、フラットに情報をキャッチしていかないと、やっぱりそのマーケティングの力にやられてしまうので、そういった意味でもオーシャンをね、有効活用していただきたいなと思います。はい、それではトレーディングビューで一緒に見ていっちゃいましょう。はい、急上昇中ビットコインめちゃめちゃ上がってきましたね。はい、現在の価格 44,556 ドル、あれ違う、 44,546 ドルです。はい、もうでもね、ここ意識されているラインまで来ちゃったんですよね。ということで、もうこっからはもう上に行く、だからもう5万ドル目指すか、もう次下、3万7千ドル目指すか、もうどっちかっていう感じです。なので、まあ、どっちに行ってもいいようなトレードをね、されることを本当に心からお勧めいたします。はい、イーサ、めっちゃ上がってきます。でも、イーサも同じね、ここ意識されているラインなんですけれども、現在の価格2421ドルです。なので、もうイーサももう上に上がって2700まで行くか、下に行って2167まで行くか。もうどっちかです。選択肢は2つ。どっちかです。はい、ソラナも調子良くなってきましたが、でもまだ昨日が96度、昨日の配信は多分96だったんですよね。その前日が95とかだったので、まあ、若干上がってきてるかなという感じです。現在の価格101ドル、101匹ワンちゃんです。まあ、でも、ソラナはね、まあ、この、
83とかで買えたらすごいラッキーだなと思いますけれども、まあ、100以下ぐらいのところで拾っていけたら、まあ、すごいいい価格帯なのではないかなとね、私は個人的に思います。はい、ここでコイン W です。コイン W 今、すごい大キャンペーンを行っております。ぜひここね、有効活用して、たくさんボーナスゲットしていただきたいなと思いますし、私ね、ツイッターでツイートさせていただいたんですけれども、いただいたボーナス、イーサ USDT のボーナスだったんですけど、そのボーナス活用して、私もね、トレードの練習というかね、トレードしてます。で、それね、ツイッターに載せたんですけど、この間そのイーサでロング入れて、10%利益出てます。これ全くのノーリスクで、トレードの練習ができるので、ぜひ皆さん今のうちにコインW登録をして、で、そういったいただいたボーナスで練習してみてください。めっちゃグッドタイミングだと思っています。そしてなんといってもコインW は本人確認 KYC の必要のない唯一の仮想通貨取引所です。で、これなんか最近すごい面白い動画を動画を配信されている方がいて、KYC ってかなりその重要な情報を、こう仮想通貨取引所に提示しているわけなんですね。で、そういったことを本当にしたくないという方が、AI の、その、ID ね、パスポートだったりとか、AI で作って、それを提出しているぐらい、本当に KYC をしたくないみたいなね、ユーザーさんもいるんですよ。で、まあ、それは、でも、ちゃんとその自分自身のプライバシーだったりとか、そういったものに関して、本当に、真剣に考えられている方だと思うんですけど、すごい興味深いなと思って、AI でそういうのを作って仮想通貨取引所の、その、なんていうの、本人確認提出するまでしてる方いたらね、このコイン W とかはもうめちゃくちゃおすすめです。KYC なく使えるので、まあそういった意味でもおすすめとなってますし、そう、なんかね、めちゃくちゃ面白い方がいるんだなというのをね、知った今日この頃です。なのでそう、結構日本人の方って言われたらやるみたいな、 KYC 提出してください、あ、やりますっていう感じで、こう何の抵抗感もなくやられている方多いと思うんですけど、そこで結構そこ結構真剣に考えてやられた方が私はね、そう、なのでこういった情報を聞くと、あ、ちゃんと真剣に考えてからやらなきゃいけないんだなっていうのを感じますよね。そう、なのでそういったところも言われたからやって誰も責任は取ってくれないんですよね。なのでちゃんとそういったやる前に考えてから、で、わからなかったらゆるとものね、そのコミュニティで相談するとか何らかをやってからが私はね、いいと思います。大やけどする前にね。はい、ということでね、もうチェーンリンクもめっちゃ上がってきてるし、もうね、めっちゃ上がってきてますよね。これ抜けてきたな、みたいな。あと、ADAも結構調子いいんですよね。ADAも上がってきてます。0.5 ドルとなっています。ADA結構このね、0.67 ぐらいまではね、なんかね、調子よくいってくれるのかな、という気配を感じております。はい、ということで、今日も仮想通貨の興味深い話を、たくさんシェアさせていただきました。いかがだったでしょうか？ゆるとも、今日の配信どうでしたか？噛みすぎだよ。ユーモア溢れすぎだよとか、何かあったらぜひね、皆さんコメント書いてください。たくさんのコメントお待ちしております。そして今、まだチャンネル登録してなかったな、グッドボタンを押してなかったなという方いらっしゃいましたら、今のうちに、ポチポチポチと、押していただけるととっても励みになりますし、またこのチャンネルの成長につながります。ぜひ皆さんご協力よろしくお願いいたします。それでは明日はハッピーフライデー。はい、今日も一日頑張ります。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。なんかちょっとなまってる。